めっちゃ寒い。かなり冷え込んでます。現在の時刻は10時半過ぎですね。少し時間取れそうなので、これからジムニーの車中泊用のこのベッドマット、自作ベッドマット作成用の材料大体揃ってるんですが、コンパネだけが今ない状態なので、コンパネを買いにホームセンターに行こうかと思います。で、今撮影しているこのカメラですが、DJI のポケット2になります。で、今朝、新しいファームアップデート来てたので、ファームアップしたばかりで、で、設定を HDR にしています。で、HDR の、4K 撮れないので、HDR の 2.7K で、マイクは内蔵マイクじゃなくて、ワイヤレスマイク使用して、音を撮っています。特に他の設定は触ってないので、とにかく HDR の 2.7K 30フレームに設定しているのみです。で、どうしてもこの HDR に設定した時に 4K で撮影できないということと、あとね、これめちゃくちゃ画角狭くなるんですよね。すっげえ狭い。全然映ってないな。感覚的にはやっぱ30ミリぐらいなのかな。車の本当にね、このセンター部分しか映ってないですね。普段ポケット2で撮影するときって20ミリ画角になるので、この左の端から右の端まで余裕で画角入るんですが、全然入らないですね。まあ、とにかく試し撮りということで HDR で撮影してみたいと思います。それではエンジンスタート。というわけでホームセンターに到着しました。このホームセンター結構品揃えがあって、結構プロの大工さんなんかもいろいろ材料購入する店です。寒っ。でパネルコーナーにやってきましたが、サイズ的になかなかねちょうどいいのがないんですよね。もう大きいのをもうカットするか、どうしよう。まあ、通常はこの手の1800-900のこのサイズをカットするんですが、やっぱちょっとねロスが大きすぎるんですよね。価格は1480円、こっちが1650円、まあそんな高くないんですけど、でもほとんども使わない部分の方が多くなっちゃうんですね。あとはこっちのコンパネ、これさらに安いんですけど、まあ、このコンパネをカットするか、悩むな。あとはこういった、まあ、綺麗な化粧のボードをカットするかですね。でこれだと1200、400、あちょうどいいな。これだったら10センチ分だけカットしてやれば幅はちょうどいいんで、長さを10センチカットしてやったらいいか。で結構厚みが分厚くて18ミリ、かなりしっかりしますね。15ミリあれば十分なんですけどね、まあ、仕方ないな。で色が黒と、あとまあ木目の茶色と白、どうしようかな、ブラックにしようかな。というわけでこのブラックにします。パネルもカットしてもらって、早速今車内に置いてみましたが、まあちょうどいいぐらいの感じじゃないですかね。もうちょっと短くてもよかったかな。まあ本当サイズ的にはぴったりな感じです。まだただ置いただけの感じですが、こんな感じですね。もういいんじゃないですかね。購入してから気がついたんですが、これね、このパネル、アイリス大山製でした。やっぱり長さが少し気になったので、もうワンカットしてきました。で、最初は1100ミリ、1メーター10センチで長さ想定してたんですが、実際にこうやってね、置いてみると、やっぱりちょっときつきついっぱいいっぱいだったんで、5センチ余裕を持たせて50ミリ、5センチさらにカットしてきました。だから全体の長さで言うと1050ミリ、1メーター5センチになります。これでね、だいたいちょうどいいぐらいですね。アウディ A1 の1年点検で今ディーラーに出してるんですが、台車で TT クーペ借りてるんで、ちょっと今から乗ってこようかと思います。おー、やっぱかっこいいな。じゃあ行ってきます。
外観で見た印象より実際中入ってみるとだいぶ横幅ありますね。結構広い。今撮影しているカメラが DJI ポケット2の HDR 動画で設定で撮ってるので、画角がね、通常画角よりかなり狭くなってるので、やっぱりこのカメラで今この設定で撮ると、せっかくのこのなんていうのかな、広さだとかの表現というのが非常に難しい。映像に入りきらないですね。さすがにクーペということだけあって、ドライビングポジション、シートに座り込んだ時の目の高さ、視点がかなりこう低く感じますね。ちなみにこれ横に今ジムニーがあるんですけど、ジムニーのちょうどドアハンドルノブ部分の高さとちょうど目の高さが一緒ぐらいです。リアシートも一応ね、二人掛けあるんですけど、とてもじゃないけどこう人が座れるような足元のスペースがないので、もう完全に二人乗りって感じですね。後ろは単なる荷物置き場。それではエンジンスタート。おお、エンジンの音がいいですね。それでは出発します。やっぱりこういうスポーツ車って走ってたら気持ちがいいですね。でアクセル自体のレスポンスもすごくいいし、足回りかなりね固めですが、乗ってて不快な感じはないですね。ほんと気持ちがいいです。で何よりこの低い姿勢で走れるっていうのがこうスピード感があっていいですね。ジムニーとかでもそうなんですけど、こう車高の高い車って運転するのはすごく楽なんですけど、こう高さがある分こう速度感があんまりなくなるっていうんですかね。例えば同じ50キロぐらいで走っててもジムニーでの50キロとあとこの TT クーベの50キロでは全然こう体感速度が違いますね。こう地を這うような走りっていう方がやっぱスピード感増しますね。いや乗ってて面白い。久しぶりにベースキャンプにやってきました。山登りとかのグッズだとかウェア関係売ってる店です。久しぶりに来ました。で TT クーペで、その横に、まあ、これお客さんのかなスタッフのかなちょっと分かんないんですけど、ジムニーが止まってます。ジャングルグリーンですね。じゃあ行ってきます。1年点検から A1 が帰ってきました。洗車もしてくれたみたいでピカピカですね。ホイールもめっちゃ綺麗。やっぱりね、車綺麗だとすっきりしますね。今日は朝から1日 DJI ポケット2の新しい設定HDR の 2.7K 30フレームにして動画撮影してみました。画質等どうだったでしょうか。で音声はワイヤレスマイク使用しています。でまだあの画質等をちょっとチェック全然できてないので、どんな映像になってるかというのはちょっとわからない状況なんですが、また帰って編集しながらそのあたり確認したいと思います。で気になった点としてはやっぱり画角の狭さですかね。を HDR にするとどうしてもあのクロップされて画角かなり狭くなっちゃうんですね。で通常 DJI のポケット2って 20mm 相当の画角になるので、まあ、通常これぐらいの画角だとちょうどこの左からこう右側までもう目いっぱいだいたい入るかと思うんですが、もう本当ねこの中央部分しか映ってないですね。非常に今日は撮影してみて使いにくかったです。ポケット2の液晶画面自体が非常に小さいので、どこからどこまで入ってるかっていうのがちょっと確認しづらいところがあるんですね。まあそういった意味でポケット2で動画撮影する時っていうのは広角の方がやっぱり使いやすいなと思いました。あと 2.7K で 4K が使用できないっていうのもやっぱりちょっと気になりましたね。なので、画角がこうクロップされず、さらに 4K で撮影できるようになるとね、ちょっと使おうかなっていう気になるんですが、今の現状では僕自身はちょっとね、多分使うことがないかなと思います。というわけで、
本日の動画以上となります。また、感想とコメントいただけたら幸いです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。